2番線に高安行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から高安行き各駅停車が発車します。2番線に高安行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。八尾、河内山本、高安へは後の準急が先に到着します。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から高安行き各駅停車が発車します。2番線に河内国分行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。八尾、河内山本、高安、河内国分へは後の準急が先に到着します。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から河内国分行き各駅停車が発車します。2番線に河内国分行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。八尾、河内山本、高安へは後の準急が、河内国分へは後の急行が先に到着します。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から河内国分行き各駅停車が発車します。2番線に五移動行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。河内国分へは後の急行が先に到着します。2番線から五移動行き各駅停車が発車します。2番線に灰原行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。五移動、大和高田、大和八木へは後の急行が先に到着します。ご乗車ありがとうございます。2番乗り場到着後、電車は灰原行き各駅停車です。電車止まりましても出入り口付近は開け、降りる方を先にお通し願います。2番乗り場から灰原行き各駅停車発車いたします。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。2番線に灰原行き区間準急が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾と八尾灰原間の各駅に止まります。河内国分へは後の急行が先に到着します。伏せです。
石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から灰原行き区間準急が発車します。2番線に名張行き区間準急が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾と八尾名張間の各駅に止まります。大和高田、大和八木江は後の急行が先に到着します。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から名張行き区間準急が発車します。2番線に五移動行き準急が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾、河内山本、高安、河内国部と河内国部、五移動間の各駅に止まります。2番線から五移動行き準急が発車します。2番線に大和八木行き準急が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾、河内山本、高安、河内国部と河内国部、大和八木間の各駅に止まります。河内国部へは後の急行が先に到着します。2番線から大和八木行き準急が発車します。2番線に灰原行き準急が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾、河内山本、高安、河内国部と河内国部、灰原間の各駅に止まります。五移動、大和高田、大和八木江は後の急行が先に到着します。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から灰原行き準急が発車します。2番線に灰原行き準急が10両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾、河内山本、高安、河内国部と河内国部、灰原間の各駅に止まります。河内国部へは後の急行が先に到着します。この電車は高安で後ろ6両を切り離します。先へお越しのお客様は前4両にご乗車ください。伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から灰原行き準急が発車します。2番線に名張行き準急が10両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中、八尾、河内山本、高安、河内国部と河内国部、名張間の各駅に止まります。五移動、大和高田、大和八木江は後の急行が
先に到着します。この電車は高安で後ろ4両を切り離します。先へお越しのお客様は前6両にご乗車ください。2番乗り場に到着の電車は粘り行きの準急です。ご乗車の際、扉付近は広く開けてお降りのお客様を先にお通しください。お降りのお客様が済みましたら先のお客様に続いてご乗車ください。ご乗車ありがとうございました。粘り行きの準急です。お降りのお客様が済みましたら先のお客様に続いてご乗車ください。2番乗り場から粘り行きの準急が発車します。2番線に大和八木行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中河内国部ご移動大和高田に止まります。河内国部で名張行き区間準急に連絡します。2番線から大和八木行き急行が発車します。2番線に名張行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中河内国部ご移動大和高田大和八木桜井灰原室口大野三本松赤目口に止まります。河内国部で名張行き準急に連絡します。伏せです。石切生駒奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から名張行き急行が発車します。2番線に青山町行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中河内国部ご移動大和高田大和八木桜井灰原室口大野三本松赤目口名張桔梗ヶ丘三畑伊賀神戸に止まります。河内国部で灰原行き準急に連絡します。伏せです。石切生駒奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。2番線から青山町行き急行が発車します。2番線に宇治山田行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中河内国部ご移動大和高田大和八木桜井灰原室口大野三本松赤目口名張桔梗ヶ丘三畑伊賀神戸青山町伊賀神津西青山東青山榊原温泉口伊勢中川松坂伊勢市に止まります。ご移動で名張行き各駅停車に連絡します。伏せです。石切生駒奈良方面はお乗り換えです。2番線から宇治山田行き急行が発車します。2番線に伊豆津川行き急行が4両編成で参ります。危険ですから
黄色い線までお下がりください。この電車は途中河内国部、五井道、大和高田、大和八木、桜井、灰原、室口大野、三本松、赤目口、名張、桔梗ヶ丘、三畑、伊賀神戸、青山町、伊賀神津、西青山、東青山、榊原温泉口、伊勢中川、松坂、伊勢市、宇治山田に停まります。河内国部で灰原行き区間準急に連絡します。伏せ、伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から伊豆津川行き急行が発車します。2番線に鳥羽行き特急、鳥羽行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は途中大和八木、名張、榊原温泉口、伊勢中川、松坂、伊勢市、宇治山田、伊豆津川に停まります。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。電車の番号は前の車から1号車、2号車の順です。伏せ、伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。2番線から鳥羽行き特急が発車します。3番線に上本町行き各駅停車が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。伏せ、伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。電車が通過します。しばらくお待ちください。3番線から上本町行き各駅停車が発車します。3番線に上本町行き区間準急が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は鶴橋に停まります。伏せ、伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。3番線から上本町行き区間準急が発車します。3番線に上本町行き準急が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は鶴橋に停まります。ご乗車ありがとうございます。3番乗り場到着の電車は大阪上本町行き準急です。電車が止まりましても出入り口引き分け降りる方を先にお通し願います。伏せ、伏せです。石切、生駒、奈良方面はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。伏せ、伏せです。車内に忘れ物のないようご注意ください。3番乗り場到着電車大阪上本町行き準急です。次は鶴橋に停まります。3番乗り場から大阪上本町行き準急発車いたします。扉が閉まります。ご注意ください。発車します。3番線に上本町行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は鶴橋に停まります。伏せ、伏せです。石切、
生駒、奈良方面はお乗り換えです。3番線から上本町行き急行が発車します。3番線に上本町行き特急、上本町行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。次は鶴橋に止まります。3番線側ご注意ください。3番線に13時10分発大阪上本町行き特急が4両編成で到着します。危険ですので黄色い線の内側までお下がりください。特急の座席は全席指定で、特急にご乗車には乗車券のほかに特急券が必要です。あらかじめ特急券をお買い求めの上ご乗車ください。3番線に電車が到着します。ご注意ください。3番線電車が到着します。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。不正です。3番線から大阪上本町行き特急が発車します。特急の扉が閉まります。ご注意ください。特急扉が閉まります。ご注意ください。